ウラジーミル・プーチンとユーリー・カラーキンユーリー・ヒョードロビチカリャーキンはソビエト連邦及びロシアの作家、文芸評論家、出版社、ドストエフスキーに関する著作を残した、社会活動家としても活躍した。1930年7月22日、ベルミに生まれる、モスクワ大学哲学部を卒業する、1961年ソ連共産党に入党する、 国際共産主義雑誌、平和と社会主義の諸問題編集部に勤務する。アンドレー・プラトーの負の追悼式で、ハンスターリン的な講演を行ったため、1968年、モスクワ市党委員会によって、ソ連共産党を追放された。カリアーキンは、と、の二つの、声明を発表し、国内に知られた。1993年公開書館、42人の、 手紙に参加。ソ連人民代議員に選出され、地域官大議員グループに参加し、調整評議会のメンバーにも選ばれた。長く、重病を患った後、2011年11月18日、モスクワで死去した。11月22日、ペレジェルキの墓地に葬られた。レンタ、RU。8 2ゼ Z、22、2011Z、58。ファイハチ 二千千四百六十九、ファイ、ゼーゼーファイ、七千九百九十三、八百六十、ゼー、ありがとうございます。